最高の睡眠のためにはスリッパを履くな。こんにちは、学識サロンのマーです。今回は西野誠司さんの著書スタンフォード式最高の睡眠、この本を紹介していきます。あなたはまだこの本を読んでないということは、まだ本当の意味で寝たことがないんですね。睡眠は仕事をする上で最も大切なものです。というのも、睡眠不足では認知機能も低下して仕事の効率なんて絶対上がりません。パフォーマンスの高い仕事をするためには質の高い睡眠が絶対必要なんです。私も日頃から睡眠にはこだわっていて、私の場合この本のおかげで普段カビゴンの次ぐらいに爆睡できてます。そもそも1日が24時間、そのうちの8時間人は眠ってるんです。そう考えると人生の3分の1は眠っているんですから、この3分の1を有意義に過ごすことは絶対やるべきですよね。そして忘れちゃいけないのが、良質な睡眠をとることは活動している残りの3分の2の活動時間の質にも影響してきますから、この本読んでない人はね、まだ本当の意味で寝てないんです。今回は忙しいサラリーマンの人でもすぐに実践できるところをチョイスしたので、誰でも明日からできちゃいます。特に3つ目で話すスリッパの話は結構意外です。それでは早速やっていきましょう。1つ目、睡眠とはという話です。睡眠とは何か。まず先にこれを理解しておくと、その後に説明する内容もより実践しやすいので、ここは大事です。睡眠で大切なこと、それは睡眠の量より質です。たくさん寝るのではなく、質の高い睡眠のが効果は高いんです。そして、ここからが最初の重要ポイントなんですが、この睡眠の質を上げるために最もポイントになるのが、入眠してからの最初の90分。この90分を良質なものにすることが、質の高い睡眠にするのに一番効果があって、これは90分の黄金法則と呼ばれています。ではなぜこの90分が大切なのかというと、それはこの最初の90分は最も深い眠りなんですよ。この深さが重要で、深ければ深いほど睡眠リズムが整い、自律神経やホルモンの働きが良くなることが分かっているんです。またこの黄金の90分はそれだけではありません。なんと睡眠全体で出る成長ホルモンが一番多く分泌されるのもこの90分間です。私大人なのに成長ホルモンって思ったそこのあなた。この成長ホルモンは確かに子供の成長に大きく関わっていますが、実は大人になっても大きく影響しているんです。細胞の成長や新陳代謝の促進、皮膚の柔軟性アップやアンチエイジング、こういった超重要な役割を果たしているんです。もうここまで説明すれば、なぜこの90分が大切か分かりましたよね。さらに睡眠の説明を続けます。人はもともとレム睡眠とノンレム睡眠を繰り返しながら眠っています。だいたい90分から120分と幅があって、これを1回の睡眠で5回程度繰り返しています。レム睡眠は脳は起きているけど体は眠っている状態、ノンレム睡眠は脳も体も眠っている状態のことです。そして先ほど話したこの最初の黄金の90分の深さが、その後の自律神経やホルモンの働きにまで影響しますから、翌日のパフォーマンスを決めるほど重要な時間なんです。ではこの90分間のノンレム睡眠を良質にするためにはどうしたらいいでしょうか。ここからが2つ目、良質な睡眠を得るために寝る前にした方がいいことを説明していきます。まず大前提として覚えてほしいことがあります。それは毎日同じ時間に寝て同じ時間に起きる、これが良質な睡眠を得るための基本です。仕事の関係で難しいという方は仕方ないですが、これができる人は絶対やるようにしてください。夜遊びは禁止です。そして良質な睡眠のためには大事なもの、体温が関係してきます。人間には皮膚体温と深部体温があります。皮膚体温とは手足の温度のことで、深部体温が臓器や筋肉の体温のことです。また脳の温度もこの深部体温ととても似ています。通常起きている時は深部体温が皮膚体温より2度高いんですが、よく眠くなると手足が暖かくなりますよね。これは皮膚体温が上がっているんですが、実は熱を放出することで深部体温を下げているんです。つまり人が眠くなる状態っていうのは、深部体温と皮膚体温の差が縮まっている状態ということなんです。もともと2度高い深部体温を下げて、手足の温度、皮膚体温が上がることで温度の差がなくなっている状態です。そしてここからが大事です。この状態に最もうまく近づける方法が、ズバリ寝る90分前に入浴をするんです。人間の体は自律神経の働きでホメオスタシスが働きます。これは簡単に説明すると、常に一定の体温に保とうとする働きで、入浴によって変化した体温を戻そうとするんです。
でもここで疑問に思うと思うんですが、眠くなるためには深部体温を下げた方がいいのに、なんで入浴して体を温めるのってことですよね。しかしこれさっきのホメオスタシスの効果をうまく利用してるんです。入浴することで深部体温をまず一時的に上げます。ここでホメオスタシスが働き、深部体温を下げようとします。皆さんもお風呂の後汗をかくと思うんですが、これは汗を出して深部体温を下げているんです。そしてその後入浴によって上がった分以上に深部体温は下がっていきます。深部体温は入浴後90分かけて元に戻り、その後さらに下がり続けます。すると皮膚体温の差がどんどん縮まることになるので、スムーズに眠れるようになるってことなんです。だから寝る90分前という時間にも意味があるということなんですね。これどうですかね。あなたがいつもしている入浴の時間を寝る90分前に変えるだけなら簡単にできそうじゃないですかね。3つ目、良質な目覚めを得るために朝起きてからした方がいいことという話です。目覚めを良くすることは1日を活動的に行動できるようになり、良質な睡眠を促す効果があるので、睡眠を考えるときは目覚めもセットで考える必要があります。今回は2つ実践しやすいものをピックアップしました。まず1つ目は起きてすぐに太陽の光を浴びるという方法です。まあ簡単、これだけでいいんです。そしてこれには素晴らしい効果があるんです。人間の目の網膜にはメラノプシンという受容体があります。このメラノプシンは470ナノメーターというある特定の波長の光を感知すると、眠気を促進させるメラトニンを抑える働きがあるんです。これつまりですね、太陽の光を感知するとメラノプシンの効果でメラトニンの分泌が抑制され、自然と目が覚めてくるんですよ。しかもこれは太陽を直接見なくても日の光に当たるだけで効果があるんです。さらにこのメラトニンがすごくて、太陽の光によって分泌が抑えられると覚醒の手助けをするんです。そして太陽の光に当たっておけば、逆に夜になると分泌が促されるため眠りやすくなる働きがあるんです。だから朝の太陽の光というのは睡眠にものすごい効果があるんですよ。しかもこれなら忙しい方でも簡単にできますし、なんなら朝食を取れる時に太陽の光を浴びながら食べれば簡単にできますよね。二つ目は、起きた時にスリッパは使わず床に直接裸足で触れるという方法です。睡眠にスリッパって思いますよね。私も読んだ時思いました。睡眠には脳も大きく影響しています。人は脳の脳幹部にある情報性毛様体という部分を刺激すれば覚醒しやすくなります。床に直接裸足で触れることで皮膚感覚を刺激して、この情報性毛様体を活性化させて覚醒を促すことができるんですよ。さらに裸足でいることにより皮膚体温は下がりますから目覚めやすくなるんです。これ先ほど説明した深部体温と皮膚体温の差を縮めることは睡眠を促すということの逆で、深部体温と皮膚体温の差が広がりますから覚醒につながるんです。これもスリッパを使わないだけで明日からできる簡単な技ですので、ぜひ実践してみてください。どうでしたかね。最高の睡眠のための裏技が学べたかと思います。そして睡眠といったらやっぱりあれですよね。そう、寝具。さらに睡眠の質を高めたいという場合には、ぜひ枕にもこだわっちゃいましょう。そこでそんなあなたにおすすめしたいのがこちら。ブレインスリープピロー。なんとこの枕なんですが、今回紹介したこの本の著者である西野誠二さんが監修をしていて、睡眠の質を高めるために開発された枕なんです。この枕のメリットは5000万個くらいあるんですが、紹介しきれないので主に3つだけ紹介します。1つ目は通気性がすごいんです。先ほども伝えた通り、深部体温や脳の温度を下げるほど黄金の90分間はより深くなりますが、この材質なので寝ながら脳を冷やすことができ、通気性が抜群なんです。うちではこの春雨みたいなのを4歳の娘がむしり取ろうとしています。また他の素材と比較をしても圧倒的に熱をこもらせないことが証明されていて、これにより睡眠中に脳を冷やしてくれて休めることが可能になります。私もこの枕を使うようになってから、とにかく朝の目覚めがすっきりなのを実感しています。2つ目のすごいポイントがフィット感です。これ硬さが異なる3つのレイヤーでできているんですが、使うことで頭に
フィットするんです。というのも1週間かけて自分の頭の形に枕がへこんできて、まるでオーダーメイドのようにフィットしてくるんです。私もこれ使っているんですが、使うほどこの頭にフィットしてきます。また横に5段階のグラデーションになっていて、真ん中は柔らかく、両端を少し硬くしているので寝返りがしやすい構造なんですよ。私実は結構肩こりで、朝起きた時いつも背中が痛いんですが、この枕を使ってから起きた時の背中の痛みが軽減しました。ちなみにこの技術、日本唯一のテクノロジーらしく特許が取られているんです。3つ目のポイントは、シャワーで丸洗いできるんです。枕の管理ってだいたい天日干しぐらいだと思うんですが、清潔に保っておかないと1年程度でダニやカビが1万匹以上になると言われています。しかしこちらの枕はシャワーで丸洗いできるんで、清潔に保つことが本当に簡単なんですよ。個人的にはこれが一番助かっていて、私実はかなりのアレルギー体質で、この前検査したらなんとお米にまでアレルギーがあったんです。もうお米もダメとか、何食べればいいのって感じですよね。アレルギーが多い私にとってはこれ丸洗いできる枕なので、とても安心して使えて本当助かっています。また 100% 再生樹脂でできているので、環境に優しいというところもポイントです。また枕カバーもいろんなカバーがあり、サイズも女性におすすめのロータイプから男性におすすめのスタンダードタイプまであります。ちなみにお値段なんですが、3万円とね、決して安くはないんです。でも最初に言った通り、睡眠は人生の3分の1の時間です。そこにはやはり投資するべきですし、この枕1年使ったら1日82円、もし2年使ったら1日41円、そう考えるとありじゃないですか。この枕、実は眠りの天才と呼ばれているのび太くん一押しの枕でもあるんです。ぜひ皆さんもこちらの枕をゲットして、明日から最高の睡眠を手に入れてみてはいかがでしょうか。さらっとまとめです。1、睡眠とは。2、良質な睡眠を得るために寝る前にした方がいいこと。3、良質な目覚めを得るために朝起きてからした方がいいことという話でした。睡眠本当に超重要です。もうね、超重要です。今回紹介した本と枕のリンクは説明欄に貼ってありますので、ぜひ興味がある方はポチってみてください。ではまた。